はい、さっき、メインチャンネルの撮影が終わったんですけど、で、まあ、伊原くんの方をね、動画も撮ったんですけど、うん、まあ、その後ちょっとお腹空いたねってことで、で、あの、ブレイキングダウンの当日の日に、美味しいご飯が、東京の美味しいご飯が食べたいみたいなことを言ってて、彼が。言ってたしね。で、まあ、その時に焼肉連れてくると約束したんで、今日はね、あの、俺がよく行く、美味しい焼肉屋さんに、あの、来たんで一緒にね、食べていきましょうか。かわいいね。カイ君にもらったんだけど。ああ、似合ってんだよね、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ似合ってる。これが焼肉臭になるのが、ちょっと嫌だけど。いいよ、全然。洗えば落ちるしね。しかも手洗いしてるんでしょ、今。あの、そう。洗濯機とかないし。ないから、手洗いして。ボディーソープで洗ってる。そう。やば。壮絶ですね、なんか。服には一番いいんじゃないですか、手洗いです。うん、そうですね。うん、で、伊原君ね、細いから、めちゃくちゃ。体重増やした方がいいからね、今日たくさん食べてもらって。ライス大盛りでごちになります。焼肉もね、たくさん食べてもらってね。そうですね、食べるのもトレーニングだと思って。食トレ、食トレ、食トレ。焼肉好きなのよ。焼肉、そうっすね、あんまり行かないっすね。なんかそう、ね、時間なくて、うん、徳島にいる時も仕事終わり、練習なんで、なんか大体コンビニとか、うん、そういうのになっちゃうね。もう11時とかなんで終わるとね、良くないな。それはなんかやっぱ食生活が良くなくて、多分細いっていうのもあると思うので、まずは食生活を変えた方がいい。ちゃんと3食食べて、コンビニとかも添加物多いからあんまりやめた方がいい。でもなんだかんだ行くでしょ。行くけどね、行くとそんなに間食とかはするけど、そこをなんかメインでご飯食べたりはしないから。いつもメイン何食ってる？なんかね、作ったり、まあ、ウーバーイーツで頼んだりもするけど、まあ、あとはね、その試合が決まるとさ、2ヶ月前ぐらいから管理用紙さんに来てもらって、全部バランスとか見てもらって作ってもらってるから、うん、それ最強な食事をしてるよ。食事が体を作る、うん、いくらさトレーニングしてもいい食事じゃなかったら全然筋肉とかもつかないから、食事は大事よ、うん、でさ、今伊原くんはその、まあ、格闘技のさ技術とかも大事だけどさまずは本当に体の部分を強くした方がいいと思う。パワーとかスタミナ、そういうのを一番優先的にやった方がいいと思う。まずそれがないとさ、練習もできないから。強くなるための練習をする準備をまずした方がいいから。しかも今公園で生活してるじゃん。で、ありがとうございます。公園ってさ、めちゃめちゃいいよ。ドリフティングの時ね。ありがとうございます。公園って結構練習の方向だから。はいはい、俺も昔は公園でたくさんトレーニングしてるからさ、お金もかかんないしさ、無料だもん。無料で24時間オープンのジムだから。そうだよ、そうだよ。しかも住んでるからさ、そあの時間かかんない。そうだから堀口教授が ATT のその寮にいる感覚で、俺は公園っていうジムに住み込みで練習してるから、うん、だからめちゃめちゃね、いい環境で。そうだから今の三原君に必要な部分がなんか揃ってるから、住んでるとこに。斉藤君家に泊まるっていうのはもう荷物だけ置いて俺公園での生活続けようかな。それはしなくていいよ。でも、うん、公園でのトレーニングの方法を教えてあげるよ、本当に。うん、うん、それはもう今度やろう、俺が、うん、俺がこういうメニューやってたよっていうのを、特別に教えるから、うんうんうん、でめちゃめちゃきつい。でその体も鍛えられるし、うん、精神面も鍛えられるから。特に階段出しとかってさ、めちゃめちゃきついけど、しかも自分一人でやるから、なんか自分との戦いでもあるからね。だからさ、誰も見てなかったら、もう例えば10本やる予定だったけど、うん、もう5本でいいやとか言ってやめちゃう人も多いけど、うん、それもちゃんと続けていくっていうさ、ちゃんと10本やりきる、きついことをやり続けるっていうのが、そういうのが本当に試合でのきつい場面で打ち勝つ、その精神力に変わってるから、そういう方法とか教えてくから、やろう、今度。ありがとう。じゃあ、タンを焼いていくわ。俺、あの、肉、うん、こだわりがあるの？いや、じゃなくて、うん、焼けてるかどうかわかんないから、うん、俺が焼いたやつ置いて焼けてなかったら、うん、こっそり戻って焼き直してね。どういうこと？どういうこと？だから、こう焼くじゃん。あ、いい、俺が焼くからいい。焼かしてもらえない。焼かしてもらえないっていう、うんうん、信用されてないから、うん。東京でさ、うん、何食べた？いつも何食べてるの？それ。
大体誰かに連れて行ってもらうときは任せてるけど、一、うん、人のときはスキヤとか、スキヤか、スキヤ安いもんね。スキヤとかもさ、はい、どうぞ。でも美味しいよね、普通に。うん、美味しくない？うまい。スキヤ全然美味しい。美味しいよね。うん、増量に結構いいかもしれない。斉藤君詳しいじゃん、はい、スキヤだと何食べるといいの？まあシンプルに牛丼。牛丼、卵とかね。ネギ玉牛丼。あ、いいじゃんいいじゃん。もう卵に3個くらい入れたらいいんだよ。あの透明の部分なんていうの、あの白身、白身、白身はあんま取るとビタミンの吸収できなかったりするから。いいんじゃない。いや逆に白身がね、火通したらといいんですけど、そう、火通さなかった。ネギ玉牛丼って火通ってないんで、あの生卵なんで消化しづらいっていうのは言われてるけど、うん、まあでも、体感そんな関係ない気はする。でも、ウェイトやってると詳しくなるよね。そういう、詳しくなる。栄養学的な。栄養学が詳しくなる。めちゃめちゃ詳しいもんね、体調。そうね、勉強しましたね、結構。いろいろ教えてください、マジで。うん。教えてもらった方がいい。体も作って、だからその体作りを教えてもらって、技術面を教えてもらって。大きくなるよ、絶対に。まあ、まずはさ、目標10キロ増やすことを。にしてやってこう。はい。これね、レモンでもいいし、塩でもいい。どっちかがいいな。塩かレモン。どっちがおすすめ？レモンがおすすめかな。じゃあレモン。だってもう55キロだもんね。55キロはちょっと軽すぎだぞ。まずは食で。体を作るのをまず。東京来て持ったやつとか今多分52、3しかない。環境がね、良くないからね。はい、ありがとう。いただきます。19歳でさ、一人で東京に来るってすごいよな。いや、ほんとすごいですよ、うん、はい、俺できないもん、絶対。僕も多分できないです、絶対。できないよ、どう？うまい。いいな、この笑顔がいいよ、うん、純粋ですよね、すごい、うん、純粋。なんかさ、ブレイキングダウンのオーディションだけ見たらさ、俺、うん、なんかやべえやつ来たなと思ったけどさ、なんか、なんだろう、見た目とか雰囲気とかもさ、うん、別にやべえなみたいな、なんか絡みたくないなって思ったけどさ、うん、なんかやっぱその兄貴のチャンネルとかでさ、その、まあ、どういう境遇で育ったとかさ、うん、いろいろ家庭環境とかもさ聞いてさ、うん、なんかね、その人の見た目だけで判断しちゃダメなって思った。いろんなさ、過去があってさ、なんかそれ、俺の見た目が悪いやつみたいな。悪い、悪い。見た目はちょびに悪いやつよ。見た目でさ、あのオーディションだけ見たらさ、うん、そうじゃん。だから結構、なんか偏見を持っちゃったりしてたけどさ、そういう人に対してさ、なんか、うん、まあ街でもいるじゃん、なんかそういう、はい、なんかヤンキーみたいなさ、人とかさ、はい、なんか態度悪いやつとかいるけど、うん、まあなんかその人がさ、どういう環境で育ったとかさ、知らない状態で そこだけを見て判断しちゃいけないな。うん、まあ簡単に、なんか伊原くんとかもさ、すごく根はいい子でさ、うん、ピュアで、なんかその将来の夢とかもさ、自分が、あれでしょ、なっけ、児童養護施設で育ったからさ、そういうのを作りたい。そう、だから足りない部分が分かるから、うん、中に多分、その足りない部分を補えるような施設を作りたいなっていうのを、うん。すごいじゃん、ね。そういう発想になることがまず、なんかすごくいい子だって思うし、うん、根っからいい子だなって思ったからさ、あんま褒めるとこうなってくるから。そうだね、だから、うん、頑張ってほしいな、その、うん、ちょっとはその頑張るサポートを俺はしてあげたいなって思うから、うん、ちょっと頑張ってって。ありがとう。腕疲れない？大丈夫？慣れる、慣れる、全然。あ、全然大丈夫で大丈夫、うん、こういう気遣いもできるからね。ユッケあれ食べたことない？ない。食べてみて、なんかね、これユッケって。そう、初ユッケ。食べたことあんのかもしれないけど覚えてない。好き嫌いが、あ、いいよ、好き嫌い、好き嫌いがさ、あるから。でもユッケって今の多分若い子はあんまりないんじゃないですか。そもそも多分ユッケがあんまりないんですよね、もう崩してから焼く。あ、違う、これ何枚食べるの？そうそうそう、ユッケをこうやって続きと初めて見た。これ生で食べられるよ。卵入ってるから混ぜて、混ぜていく。そうそう、初ユッケの感想。
みたいな。まずかったら、まずかったらっていうか口に合わなかったらさ、食べるから残すと炎上しちゃうもん。そうそうそう、炎上するからね。みっくん野菜残してたけどね。バトル系ね。ガーシーだから。いただきます。さあ、口に合うか。うん、どう。うまい。うまい。おー、うまいでしょ、うん、俺めちゃめちゃ好きなんだ。肉って感じがしない。これ何肉。これね、多分馬とかじゃない。なんか馬肉ですね、多分。牛のその生肉ってなんかダメなんだよね、昔。なんかそのあ、なんかあの死んじゃったりしてダメになる。そうそう、だから一瞬なんか火 ま通してれば OK とか、なんかいろいろ。まあ日本では食べられないから、馬だから。そんなことは餅食って死んでる人なんて、ね、何人もいるのにね。まあ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 、それは違うんだよ。ギアが違うんだよ。貝くん、貝くれます。貝苦手なんだっけ。言ってたんですよ、そういえば。すみません。徳島さ、はい、俺テレビの収録で一回行ったことあるんだけどさ、はい、だから虫もツアーズっていうフジテレビの番組があって、はいはい、なんかそのいろんなその地方とかに行ってとかいいとこを、ね、紹介するみたいな番組なんだけどさ、めちゃめちゃいいね、徳島。何もないでしょ。いや、何もないっていうか、まあ、海が近いとか、うん、めっちゃ綺麗だし、渦とかあるやん。渦潮、うん、渦潮感動したよ、めちゃめちゃ。でね、ローカルって多分どこもそうで、知ってるやつと行くと穴場が分かるから面白いけ ど、ね、で東京ってもう来ちゃえば何でもあるから、多分何も知らなくても楽しめるけど、店行っちゃえば。そう、ローカルってやっぱ穴場が楽しいだから、だからその徳島県民とかと行った方がもっと楽しいかもしれない、うん、機会があれば案内、ちょっと案内してよ、行きたい時に。徳島いいですね。鳴門金時とかもそうだよ。ああ、芋の、うん、で、大野のりってのりがあるんだけど、うん、そののりがめちゃくちゃ美味しい。あと、すだちとかもそうでしょ。そうそうそう。すだちさ、すだちがあるさ、料理ってめっちゃ美味しいイメージない？美味しい、ね、あれも徳島なんだよね。刺身とかにかける。そう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 。あ、刺身にかけるんですか。そう、だからね、刺身とかめちゃめちゃうまかったよ。徳島行きたいなと思ったもん、また。遠いんだよね、結構、飛行機で3時間2時間ぐらい。あ、2時間。夜行バスで9時間ぐらい。うわぁ、それはきついな。ベンツで行きましょう。ベンツで行く。行けなくはないよ、多分。どうだろう、10時間ぐらいかかるじゃない。だ、俺免許あるんで交代しつつ。交代はするんだね。交代はするんだね。俺ずっと運転は多分行きたい。そっか、伊原くんでも免許取れるから斉藤くんも頑張って取らない。いや、そうっすよ。本当にすごいね、免許取れたんだね。取れたよ。いや、笑ってるけど、彼のね、仮面をしてるから。俺全部一発。いや、もう学科も技能も全部一発。でもそういうもん。本当に、でもすごい、すごいんじゃないですか。すごくない。あ、たくさんダメだけど、19歳は、本当に。あ、そう。いや、もうさ、それも本当にさ、体重増えなかったからさ、それも19歳とかの時、本当に、本当に60キロなかったぐらいかな、うん、60キロぐらいかな。頑張って、増やして。身長何センチ？173。いや、そんな大差ないもんね。うん、そう。なんか特技ないの、特技。車で話したじゃん。あ、そうか、どこかないからね。俺がパンチドラーじゃないから。ちゃんと、そうだね、初心者が始めたから。そうだね、 YouTube こういうもん。 YouTube こういうもんだよ、慣れてないから。そうです。特技は、特技って俺何もかもセンスないから、人一倍こう練習しなきゃいけないタッチなんだけど、水泳は8年やってて、で、あとマジックも多少できる。マジックは1年ぐらい。いいじゃん、いいじゃん、大道芸やりね。あの、家で、家で。いや、斉藤くんち住所公開してここで大道芸やりますって。じゃあ、あなたの家は公園でしょ。あ、だからそういうこと。斉藤くんちの大道芸はダメかな。うちではダメなんで。ダメ。うん、何時どこどこでやりますって、誰が来てくださいって。確かに違うか、俺に会いに来いよか。一般的に中学校卒業するまではみんなで飯食うのも苦手だった。なんで？なんか俺食わされてない、虐待はされてなくて、うんうん、どっちかっていうとなんか
食えない量出されて無理やり突っ込まれてたから、おー、口とかに。で、しばかれながら食ってたみたいな感じだから、なんか、人と食うのが苦手だった。一人で食わない。自分のペースで好きな量を食べたい。そう。で、誰かいるとなんか攻撃されちゃうんじゃないかなとか。でも今は大丈夫。今大丈夫。よかった。俺帰ろうかと思った。一人でやって。好きなだけ食べて帰って。カメラ置いとくからみたいな。撮ってデータだけ送って、エアドロップしといて。それならよかった。いや、もう誰と。もう誰と。まあね、そういう、もう、なんかトラウマみたいなのは大丈夫ない。大丈夫ない。強いね。強いな、本当に。まあ、俺がなんかひよってるとこを見せちゃうと、夢もないです、うん、まだ夢見せてる立場じゃないかもしれないけど、なんか、ブレイキングダウン出た以降は、なんか、そんなダサいこと言いたくないです、うん。まあでもね、時には弱みを見せていいと思うけど、なんか。なんかそのさ、自分で頑張るのも大事、もちろんそれは大事だけどさ、なんか、人に頼るっていうのも大事だ。頼ってるか。今、だってもう、居候チャンネルだから。まあだから、そっからだね、自分で成長してさ、いつか恩返しができたら。そうそうそう、それができると一番いいよ。だから映像でしかみんな見てないじゃないですか。うんうん、だからその映像上でいい人が、実はよくないっていうか、ちょっといやらしい人だったり、うん、逆にめちゃくちゃ悪いやつ、悪役のやつがめちゃくちゃいいやつだったりってなるから。そうだね、なんか結構多いからね、そういうの。作られてる人とかもいるし。逆に、その猫かぶってるやつもゼロじゃないじゃないですか。誰とか置いといて、そうだってそんなたってないからもしかしたら数年後俺ガーシーチャンネルになってる朝倉海はこうだったみたいな今は懐にこう潜り込んでいろんな情報をこうキャッチして溜め込んどいて2,3 年後ちょっといいよ。でもその宮田君に暴露されたら困ることないから何も確かに本当クリーンだ。クリーンですね。斉藤くんに暴露されても大丈夫だよ。やばいか、それは。いや、そんなやばいことはない気がするっすけど。ないですか、うん、いや、でも本当に、やっぱ19歳でこういう状況下って、多分すごい多分、こう、なんて言うんだろう。悪い人からのやっぱり、こう、誘いとか、多分絶対いっぱい来るじゃないですか。あるよね。うん、それがちょっと心配っすね。それはみんなに言われる、うん、でも俺人間関係得意じゃないんで。ああそうだね、まあ、あと人を見る目もあんまりないんで割とそれは怖いっすね、うん、だからまああんま良くないけど、まあ、ちょっと疑った方がいいかもしれないですね。特にさ周りが見えてない状況だから、うん、何も分かってない状況だからこそなんか手を差し伸べて来る人もいるしさ、悪い人が寄ってきたりもするからさ、なんか助けてあげるよって言って、なんかその裏だったりとか、いるからさ、そういう人。格闘技グッズ買ってあげるよって言いながらも、いろんな好感度を上げようとしてるやつかもしれないです。誰とは言わないですよ。俺みたいにね。好感度を上げるために、宮原君を利用してる人とかもいるからさ、気をつけて。気をつけますね。頼むぞ。気をつけてくれよ。もう騙されてるから、すでに。そう、一回もう好感度上げに使われてるから。だって焼肉店さ、おごってあげるいい兄貴分にこう気取ってくるから。そうそう。早速始まってるから。ナウで、ナウで。まあこれはメリットしかないからいいよ。そういうことで、まあこれからのね、伊原くんの活躍をちょっと俺は期待してるし、ファイくんの。活躍も俺は期待してるよ。ね、頑張らないと。本当に。だから皆さん応援してあげる、してくれると嬉しいですね。応援してあげてください。みんなの期待に応えられるよね。まあ、家原くんも頑張るし、俺も頑張るし。打倒堀口教授。そうね。ペティス倒す。ペティス倒すか。よし。頑張るわ。俺も頑張るから頑張ろう。じゃあということでね、見守ってもらえると嬉しいです。ありがとうございました。